その10か条を作り上げたメンバーの一人ではあるんですけども、実際これを作り上げた後にものすごいものを作ってしまったんだなと、自分にこれは果たしてできるのかなという思いになりました。解放寺院10か条の第7条に小さな約束を守るというところがあるんですけども、この条文が 私にとってとても大切なことだと思っています。でなぜかというと、私にとってはあまり重要ではないことでも、お客様にとってはとても急いでいたり重要なことだったりするかと思いますので、自分の中で優先順位をつけずに、お客様から言われたことはすぐにやるように心がけています。この解放寺院10か条の素晴らしさは、やらされ感がないというところだと思います。なぜかというと、これは我々が自ら作ったことで、我々が自ら行動することで、やはり楽しみながらやれることが、このやらされ感がないと、自らできるということなんではないかなと思います。私が解放産業に入社して教えてもらったことは、やはり大人になってもいくつになっても日々勉強成長していくことが必要なんだということを教わりました。感動を与えられる人間になるきっかけを解放寺院10か条に与えてもらったと思っています。